純蔵は日本の農民運動家、政治家、元衆議院議員。本名は稲村純蔵。ペンネームは村上進新潟県三条市出身。北海道帝国大学予科から東京帝国大学へ入学するが、兄、稲村隆一の影響を受け農民運動に関わるようになり、大学を中退。1926年に労働農民党に入党し、雑誌。 マルクス主義の編集者。無産大衆党書記や社会大衆党書記を務め、1927年、労働同人、1932年には、秋田、新潟の農民運動に参加するも、1937年、人民戦線事件で検挙され、釈放の後に、帝国農業界食卓や、中央農会副参事として勤務する。戦後、日本社会党に参加。 1946年の第22回衆議院議員総選挙で、協議、新潟県から立候補し、当選、ご期務めた。この間、1949年に、階級政党と党の性格を位置づける、運動方針案を提出、森戸達夫と論争を巻き起こす。1951年に、社会主義協会結成に参加、直後に、社会党が左右に分裂すると、 高坂一郎、伊藤義道と共に、左派社会党綱領策定にあたり、組織部長を務めた。1953年左派社会党大会で、綱領基礎委員長。このほか、党農民部長、党中央執行委員、衆議院内閣委員長も務める。社会党再統一を目前にした1955年2月21日、54歳で、休止。急遽、兄、 竜一が立候補し4期務めた。長男の稲村敏夫も参上市長、社会党参議院議員を務めた。このほか、共産主義に関する翻訳書も多い。ありがとうございます。